突然にびっくりされましたよね。もうここのステージからマイクを通して皆さんにアロハという挨拶をすることがなくなってしまうのはちょっと寂しいかななんて思いますけれども、最後今ようなたくさんのお客様の中でアロハの挨拶できてとても幸せに思います。本当に本当に今日が最後なんだなと今実感しております。寂しいですが、あと少しのお時間、皆さんちょっとお付き合いください。まずはお時間がない中、本日淡い夏へ駆けつけてくれた皆さん、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。そして今日予定が合わなくて淡い夏に来れないという方も、私がソロの日に合わせて駆けつけて、今日が見納めなんだってたくさん声をかけてメッセージをいただきました。皆様の温かいお気持ちに何度も何度も心が震えました。こないだも震えてたくさん使ったんですけど、本当に熱く熱くなりました。さあ皆さん、今日一日通して4つのショーをご覧いただきましたがいかがでしたか。皆様にとっても、そして私にとっても忘れられない、そんな幸せな一日だったと思います。それは何と言ってもここにいますダンシングチームメンバー全員が一緒に踊ってくれました。42人で踊るショー、今日が最初で最後でした。皆さん今日レアですよ。アワイアンズにいらっしゃってくださって本当にありがとうございました。みんな今日のためにレッスンの時間たくさんたくさん練習をしてくれました。この子たちはとっても優しいです。そして強くて美しい心を持っています。みんなみんな本当にありがとうございます。私がキャプテンになってダンシングチームの中はいろんなことが変化しました。みんなはそれに対して戸惑いも不安もあったと思いますが、嫌な顔せずついてきてくれて、でも何かうんって思った時にはストレートにいいも悪いも伝えに来てくれました。きっと後輩からしたらこんな先輩に意見を言うなんてものすごく勇気がいることだったと思います。それでもみんな一人一人のチームを良くしたいという気持ちがこういう形になったんだなと思います。私はキャプテンという名はついておりますが、このチームは42人で作ったチームだと思います。みんなに支えられて今日こうやって一緒に踊れて、たくさんのお客様に笑顔でご覧いただけて本当に幸せです。3人4脚みどりさんとふゆきさん、本当にありがとう。チームはいろいろありましたけれども3人でやったからこそ今があるんだと思います。今まで3人でやってきたことはこの3人でしかできないことですし、これからはまたね、みのりさんがキャプテンとして新しいチームになります。今までとはまた違う雰囲気にもなるかもしれませんが、みんなはこれからも前進していかなければいけませんね。きっときっと大丈夫です。みのりさんを中心に素敵なチームを作ってくれると信じております。みんなは私の誇りです。本当にありがとう。ここからは本当に伝えたいことがありますので、間違えないように言い忘れないようにメモをちょっと見ながらお話しさせていただきますね。すみません、本当は皆様の目を見てお話ししたかったんですけれども、